っていう方法もあるんですけど、これは皆さんあんまりやん、あのこれ結構危ないですね。お客さんも多分ハイチューブTV。はい、こんにちは。札幌占い美容室早山歌手の後藤です。昨日に続いて今日も、やっていくんですが、今日は、なんだっけ、下をちょっと切るんだよね。あ、料金なんだっけ。はい、あ、そう、料金になるんで、テイクセニングっていうのは YouTube で見せたことないんですけど、まあ、その見せることできないんですけど、テイクセニングをちょっと説明したいと思います。はい、あのよくテイクセニングって、いや、後で話します。で、あと何だっけ、色はよくあると思うんですけど、グラデーションカラーしたいけどブリーチしないとダメじゃないですか。で、そのブリーチをあんまりすると髪が傷んでしまうんじゃないかっていう方だったり、あんまりブリーチしてしまうと、仕事で大丈夫かなとか、そういう方いらっしゃると思うんです。ちょっとやってみたいけどでも勇気がないかなとか、そういう方のためにちょっと少ない量で、アルバイトがあるからあんまりできないっていうことで、ちょっと何気にでも普通のカラーじゃ多分グラデーションカラーできないんで、ちょっとブリーチを使います。それであんまり目立つけど目立たないみたいな、で縛っちゃえば分かんないよみたいな感じの、そんな感じの求めてる方いらっしゃると思うんで、その辺を今日はお伝えしていきたいなと思います。まず、カットから入っていきたいと思います。では始めます。はい、ではですね、カットしていきたいと思うんですけど、ここで結構あるのが、結構多いオーダーが、僕受けるオーダーで多いんですけど、ちょっとわがままなオーダーなんですけど、長さ変えたくないんだけど長さはほとんど一緒で、なんか雰囲気変えてってあるんですよ。で、そういうのが結構あって、そういう場合はちょっとラザーを使うんですが、そういう場合は皆さんどうするでしょうか。はい、そういう時ないですか。あるよね。ちょっと変え、なんかさ、基本的にもうこうさらっとしてるから、あんまりこうさ段入れてもさ、なんかさ、こうパサッとなっちゃうじゃないですか。別に段入れたいわけでもないし、別に長さも大した変えたくないけど、何もなく変えたいみたいな感じ。それって何を変えればいいかっていうのは、とは一般的な美容師さんは多分段を入れる、シャギを入れるとか、どっかを短くして変えると思うんですけど、まあ、短くしないと変わりはしないと思うんですけど、そういう変え方じゃなくて、じゃあそれをやりながら、例えばもっと可愛く見えるラインに変えてみたりとかですね、そういうのができるんですよ、実はね。で、そのやり方っていうのが僕がやってるテイクセニングっていう方法なんですけれども、それでやると何が変わるかっていうと、こういうラインが結構クロス取った時にこの毛がこっちに入るんですよ、キュッて。これだけでめちゃくちゃ変わるんですよね。でも長さも変えてないし、毛先の量も同じだけど変えることができるっていう方法が実はあります。はい、で、そういう方法が実はあるんですけど、ちょっと今回はそこはちょっとお見せできないんですが、また別の動画で、お見せできる機会があったらお見せしたいと思います。なのでその部分はちょっと飛ばさせていただきますね。で、毛先をまず、毛先を切っちゃっていいんです、さっきのモデルさんが。はい、で、まずじゃあ毛先切るところはちょっと今やるんですけど、はい、毛先を切るポイントなんですが、まず頭今まっすぐだと思うんですけれども、はい、モデルさん下を向いてください。はい、下を向いた状態で毛先を切るとどういうことになるかっていうと、はい、これを思わないんですよ。下を向いた状態でお客さんじゃ本読みながらカットしたらどうなるかっていうと、上げた時に前上がりに変わるわけですね。はい、で、まあ、これはありえないんですけど、上を向きます。
そして上を向いた状態でカットして、お客さんが、戻した時にどうなるかっていうと、こっち側が長くなるんですね。で、最初に下向いてやるのは前上がりにこうなってこの重さがなくなってしまうんで、今回は上を向く感じで、僕は結構使う方法なんですけど、上を向いてもらって戻した時にここが長いで重さがあって見えるっていうような感じで、結構こうブラントラインをバーンって出したい時とかに結構使える方法です。なんでこれ美容師さんも簡単に使えると思いますので、ぜひちょっとやってみてください。で、一般の方でもこれ本当簡単なので、お友達の髪切るとかでも全然できますんで、ぜひやっていただきたいと思います。で、ちょっとやっていきますね。切り方は本当に簡単ですね。で、今使うのはヘアリーのショーバルタンを使っていきます。こちら R のやつですね。で、だいたいですね、モデルさんに斜め45度ぐらい見てもらって、で、このまま下に持ってきます。下に持ってきた状態で、どっちかというとこの中の毛を引っ張る感じですね。ここを引っ張る感じです。なぜかというとここを長くしたい感じですね。それを引っ張って、この縦のパネルをこっちに返します。こっちをこっちに返します。その状態でカットするだけなんですよね。はい、では切りますよ。で、指でちょっと、僕はこっち側に R を入れるんですけど、これで、もう一回切りますね。手でシェイプして、で、後ろにこう持ってきて綺麗に切ってもいいんですけど、結局綺麗に切れないんで、みんな大体なんで、こういう風にもう簡単に切った方が髪の毛っていうのは繋がりが絶対いいので、そうやって切った方がいいです。で、これ戻します。じゃあどうなるかっていうと、ここが重くなってるんですよね。わかるでしょうか。これがこういう風に下向いて切るんで、ここがこういう風になっちゃうんですよね。なんで、こういう風にブラントラインがあった方がグラデーションカラー綺麗に見えたりとかするんで、グラデーションカラーのカットとしてはこういうラインで切った方が僕はいいんじゃないかなっていう風に思います。まあ、今一画切れただけなんで、もうちょっと綺麗に切っていきますけど、これは自宅でも簡単にできると思うんですよね。ちょっともう一回説明すると、ちょっと上を向いていただいて、中の毛をネープの毛をこう持ってくる感じですね。そしてちょっとこっちにねじるの、これちょっと難しいかもしれないですけど、ねじって、これはね、肌についてる感じですね。こうあんまり持ち上げちゃダメですよ。で、その状態で切る。で、反対側も、はい、後ろはバックセンターで2つに分けてる状態ですね。で、これを、はい、グーッと持ってきて、はい、頭はずっとこの状態ですね。で、長さを合わせてここを切るだけです。そうするとどうなるかっていうと、はい、このような感じで切れます。で、何回かこの状態でカットしていけば、はい、まあ僕とかになると、もうちょっと裏技があって、もうこのこっち側に持ってきちゃいますね。で、ここをカットするっていう方法もあるんですけど、これは皆さんあんまりやらない方がいいと思います。危ないので、はい、ハサミでこう顔をパシッて切ってしまうこともあるんで、これ結構危ないですね。お客さんも多分これびっくりすると思うんで、これ切られちゃうとびっくりしますよね。なんだこれって感じです。これ今皆さん分かりましたでしょうか。簡単に今切って毛先が重くなったの分かりますか。ここは普通の状態にした時に、ここにブラントラインが出て、じゃあこのブラント毛先がちょっと今回薄かったので、全体に対して毛先が薄いんですよ。で、この辺の重さは多分モデルさん気になってると思うんですけど、毛先が薄かったんで、なんかバランスが悪くて A ラインが作れなかった状態なんですよね。なんですけど、ここに重さ、長さが出たことで綺麗な A ラインが作れました。で、この状態でグラデーションを入れると非常に綺麗になります。こんな簡単な感じですね。まあ、もうちょっと綺麗にね、今これから切っていくんですけど、まあ、これで、全然大丈夫な感じですね。はい、もう本当段ない方がモデルさん良さそうな感じなんで、本当にベースカットはすごい簡単な感じでいけるのかなっていう感じです。で、で、今度はバックを今度切るんですけども、この上向いて切った場合は、この状態で切っちゃうと後ろに戻した時に段が入っちゃうんですよ、この反対側の場合は。なんで、今度は下を向いていただいて、バック切るときは切るというような感じですね。それで後ろちょっと今見えない、椅子回せないんでちょっとわからないんですけど、
今バッグをちょっと切ってます。これで、後ろをカットして、はい、これで持ち上げて大丈夫。あ、でも違う、これ長いのか、もっと短く切っていいんだよね、確か。そう、忘れてた。もっと短く切っていいってことなので、僕が営業やってるぐらいの感じでやってみますね。はい、じゃあ上向いていただいて、どこまで切るんですかっていう感じでいつも聞くんですけど、皆さんだと、ごめんなさい、説明多くてごめんなさい、うるさいわ。あの、皆さんだと多分こう後ろから切っていって、で、あの、細かくやっていって、どうですかって言って、もうちょっと短くやったらまた最初からやるじゃないですか。なんで僕そういうのやんないんで、なるべく無駄を省くっていうことで、もうちょっとずつ1センチでも1ミリでも追求したいなと思ってるんですよね。はい、どの辺がいいんでしたっけ。さっきのやつだったらこの肩ぐらいだっけ、このですか、ね、はい、この辺まで切ります。はい、大丈夫ですか。見えてないか。見えてる。何となく見えます、はい、ちなみにこの洋服の切り返しの肩のラインあるじゃないですか、ここより短くなると跳ねるんですよ。皆さん知ってますかね、ここの洋服のこのつなぎ合わせのところ、これより長くなれば内巻きに入ります。はい、ちょっと余談ですけど、で、ちょっとこの上に向いてもらって、はい、ちょっと頑張って上に向いてもらって、そのままこうカットします。ちょっと一回見ますね。まだ短くていい。このぐらい？このぐらいにしとく。これぐらいで。あ、じゃあね、グラデーションいるから、ちょっと長さあった方がいいかもしれない。これぐらいでいいですか？はい。じゃあもう一回、ちょっと二人行きます。こうやって切ることによって、あの、お客さんのすごい細かいところまで、あの、追求できるんですよね。あの、理想の長さっていうところまで持っていけるので、本当にこれぐらいに切りたいというところを、あの、一緒に考えていけると思います。むしろ僕もこれ簡単に切っちゃってるので、切り直してって言われても全然何とも思わないんですよね。あ、じゃあもうちょっと切りましょうかっていう感じになって、別にこれがカットラインが汚いかっていうと全然そんなことなくて、細かく切った方が汚いんですよね。それはなかなか皆さん気づいてないことが多いですね。で、これで、もうちょっと上で、はい、で、こんな感じでもう切れちゃうんで、まあ正直5分ぐらいあったらもう切れちゃうんですけどね。5分に切ったらちょっと取られちゃうんですけど。で、バック切るときは前に倒してます。この、その逆ですね。反対のパターンですね。前切るときは45度で、後ろ切るときは下45度見てもらうような感じです。で、前上がりにしたい場合はまたそれの反対側だったりとかで大丈夫と思います。はい、で、これでまあ、簡単な目印というかベースカットも本当こんなんで終わるんで、でも鏡が見えないんで長さが合ってる、多分合ってないと思うんで、ちょっとすいません、カメラが。で、ポイントなんですけど、僕も今やっちゃったんですけど、これをこういう方向にやっちゃうんですよね。これがこうはやりやすいんですけど、こっち側がやりづらくて、どうしてもこっちになっちゃうんですよ。そうすると長さが変わります。なので、この位置に持ってきたら、こっちもこの位置に持ってきます。こうじゃダメですね。それがポイントですね。僕今ちょっとやっちゃったんですけど、それで長さがちょっと違うんですね。
はい。はい、いいですか。まあ、もしずれてたら後でちょっと切るんで、で、普通の状態に戻してからまたちょっと大丈夫かなっていうので、あのチェックカットしていきます。こんな感じで、はい、これで綺麗な A ラインがちょっとまあ作れました。ちょっとモードな感じで、モデルさんの前髪がこれ自分で切ったっていうことなんですけど、めっちゃ綺麗に切れてるんで、このバングとこのバングに下薄いのって僕合わないと思うんですよね。なんかバングが重い、まっすぐのラインが出てるのに対して毛先が細かったんで、さっきはそうやったらちょっとバランスが悪いんですよ。それでメッシュを入れるってことは黒い部分がまた減りますから、っていうことはもっと毛先が薄く見えるって結構言うと、なのでやっぱり A ラインで毛先に今足し算として重さを出すってことが今必要だったかなと思います、デザインとして。なので前髪とこちらのこのブラントのラインっていうのはちょっと今あったんじゃないかなっていう。で、サイドこの長さちょっと合わせてみてください。ここが合ってなかったらダメなので、はい、まあ、ちょっとこれは見えないと思うんですけど、まあ、持ち上げてですね、まあ、ちょっとラインを揃えるのに真上に持ち上げて、簡単なレイヤーのやり方なんですけど、まあ、レイヤーっていうか揃える方法なんですけど、上にヒュッと上げて、ちょっと毛先の傷んでるところをちょっと取ろうかなと思ってます。まあ、これちょっと他の動画でもあるので、ちょっと今カメラ調節するのがめんどくさい。ネープをけ切らないで、ネープ以外のところを今つなげてます。結構毛先白くなってるのでちょっとダメージあるのかなって感じします。時間が、はい、こんな感じですね。前髪は触りますね。あ、そう、量だ。で、この後にそのテイクセニングっていうのをやるんで、これを覚えておいてください。で、テイクセニングをちょっと入れて、ここにこの辺のシルエットをちょっと変えていきたいと思います。はい、テイクセニングは毛先の量を取らないでシルエットを変える裏技のカットになります。そこはちょっとお見せできないので、今度違う動画で、違う動画で発表するかもしれないんで期待しておいてください。はい、カラーが終わって、今ほんとパツって切っただけなんで、これから少し矯正結構かけてたということなんで、髪がちょっと硬くなってます。で、その髪を柔らかくするカットをちょっとだけやって、終わりたいと思います。で、あと前髪ちょっと揃えるぐらいは切ります。前髪ちょっと切ります。前髪は、あ、切ってません。前髪この R2 セニングでラインを作れるんで、これ R2 セニングを、自然に入れていくと、ラインが出ないんですよね、 R2 セニングって。で、前髪は本当すごい切りやすいんで、このような感じにすれば、まあ、ほとんど切ってないんですけど、今ラインをぼかしながら簡単に R2 セニングでバングは切ることができますね。で、ちょっとチョップ入れて動かすことも簡単に超自然にできるんで、 R2 セニングはかなり前髪カットに最適です。これでチョップ入れていくという感じで
こういう感じで切れますね。でこれで綺麗な前髪のラインができたと思います。ちょっと顔しません。で、問題はそこの、今回大バルタン、こちら大バルタンでやっていくんですけど、大バルタン使うとき、こちらの大バルタン大きい7インチなんですけど、僕は結構この16スプレー使ったりとかするんですね。これつけて、あんまり硬いと腱鞘炎になっちゃうので、まあ、艶出しつけながらやった方が結構良かったりします。で、まず矯正かけた硬さを取るには、このフラッティングで取っていきます。でフラッティング入れることで縮毛矯正の硬さがどん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 取れていくんで、ちょっと柔らかくなります。今裏面を入れてるんですけど、ここをなんで入れてるかっていうと、耳の後ろって重さがたまりやすいんで、この耳の重さが耳の後ろの重さがたまりやすいところを、ちょっと取っていきます。でそうすると髪の毛がだんだん柔らかくなっていきます。あと引っかかりとか取れてくるんで、結構縮毛矯正の毛とかで馴染まない時に大バルタン使うとすごい馴染みやすいのですごいいいです。あとディスコネクションして毛がつながんない時とか、そういう時、ヤスリみたいな感じなんで、これはつながります。で通常のハサミで同じことやっちゃうとパツって切っちゃうんで、多分できないと思います。ちょっと初め大バルタンでっかいんですけど、慣れるんで絶対簡単に、これ結構すぐ誰でも使えるんで、結構おすすめですね。ただ在庫がちょっとなくなっちゃうんで、ちなみに今日もちょっと癖が濡れてる時若干癖出そうだったんで、ヘナウォーターとヘナジェルつけて、癖毛用なんで、癖毛用なのでこちらヘナジェル と、ヘナウォーターつけてちょっと乾かして、ます。ちょっとブラシとか通した、例えばブラシとか通すと形がつきやすかったりとか、まあ、ヘナジェルの場合はウェーブのスタイリング剤にも使えるんで、まあ、これ2つ使っとけば間違いなく、まあ、ストレートの方とかは本当に綺麗なストレートになったりとかしますし、使えば使うほど癖が取れていくのですごいいいです。でヘナやってるかぐらい の、 持続性もあるんでおすすめです。これちょっと右と左触ってもらっていいですか。ちょっと違います。だいぶ違いますか。はい、結構サラッとしてますよね。柔らかい感じしないですか。ツルツルになってます。そうですよね。こっちはまだやってないのでちょっと手触り違う、ちょっとこう引っかかる感じもありますけど、こっちはもうサラッて感じですよね。はい。
これでかなり見た目も変わってるので本当に変わります。通常のハサミでやる場合はすごいゆっくり、やっていった方がいいと思うのと、あと直線のハサミなので、気をつけた方がいいのはあんまり押し付けない方がいいかと思います。柔らかく切った方がいいんで、直線のハサミ使う場合はあんまりこう押し付けないようにして自然に切った方がいいんではないかなと思います。これ今上に押し付けてるのは、アウガをえぐる方をこっちに当ててるんですけど、出っ張ってる方ですね。なんで、落とした時にこう丸くなるように、逆側の面を削る時はちょっとあえてリフトしてやってるんですね。あえてリフトして風になびく髪の毛になってくるんで、全く矯正の髪ってやっぱり動きが悪いんですよね。基本的に動かないんですよ。硬くなっちゃって炭化してるんで。で、熱炭化してる髪の毛を柔らかくするにはやっぱりこういう風にして風になびく髪に変えていってあげた方が、すごいいいと思います。その方がなんかこうさらっとして見えたりとか綺麗に見えるんで、やっぱり柔らかく見える髪の毛って女性はいいと思うんですよね。で、あとは、横とかもですね、結構使えるんで、あんまり表面は最後にやるぐらいで、あと横ですね、サイドこういう風に縦に引き出して横をやるような感じですね。横も結構使えます。ではあんまり根元側に、攻めすぎない方がいいです。今生え変わりの毛が生えようとしてるんで、あんまりやっちゃうと短い毛が出てきてしまうんで、そこはちょっと控え気味にやった方がいいと思います。まあ今あんまり今時セニングこうやってバツバツって入れる人もほとんどいないと思うんですけど、まあ、そうやって入れたこうやってバツバツってセニング入れたものをぼかしたりとかもできるんで、すごいいいですね。はい、こんな感じで終わりです。ここがこっち側によく見ないと分かんないんですけど、これがこっちに入るんですよね。で、毛のこの中の、ここら辺見てもらうと分かるんですけど、本来だとこっち側に行くようにこっち側に行くんですけど、中の毛がここら辺見ると分かるんですけど内側に行こうとしてるんですよね。この辺の毛の毛がここが内側に行くことによって、これどうなるかっていうと小顔効果が生まれるんですね。ここでで、バランスがいいんですよ。で、こっちになればなるほど可愛いラインに変わっていくんで、これがこうなっちゃうとなんか疲れた人みたいになっちゃうんですね。こういう風になっちゃうと。なのでここシュッと巻いた時もここが一回ヒュッて入った方が絶対可愛いんですよね。っていうような感じでテイクセニングをすることによって、ちょっとここが変わりました。で、さっきフラッティングって言って大バルタンでやりましたよね。あれをまあさらにヤスリがけということで、さらに髪を柔らかくする意味で良かったと思います。
はい、今日も、無事、撮影が終わりました。なんか後ろちょっと上げてもらって、だいぶなんか自然な感じで、グラデーションカラーが入ったかなと思います。なので、まあなんか一般の人でちょっと不安だなという方でもこのぐらいならできると思うので、今回ピンクとちょっと足系を入れてみたんですけど、はい、あ、いいでしょうか。はい、ということで、はい、また皆さん、ハイヤマカシのチャンネルを見てください。ちょくちょくモデルさん募集してるんですけど、今ちょっと忙しくて、すぐ担当はできないかなと思うんですが、よろしくお願いいたします。はい、今日もありがとうございました。ではまた見てください。バイバイ。